41回目となる安全決起大会には東京電力と協力企業の社員167人が参加しました。冒頭で柏崎刈羽原発の稲垣武之所長は安全意識の高揚と人身災害の防止を呼びかけました。再作業においてヒューマンエラーというのはやはり一歩間違えますと人の命に関わるというところがございますので、これだけ日頃からですね、そういったものに対する対応というのはぜひよろしくお願いしたいと思います。柏崎刈羽原発では署員による ID カードの不正使用など不祥事が相次いだことをきっかけに、原子力規制委員会が事実上の運転禁止を命じました。しかし今年度も監視用の照明が点灯していなかったり、無断で持ち出した書類を紛失したりするミスが相次いでいます。ヒューマンエラーによって、人身災害が起こる可能性があったというものもですね、最近発生しておりますので、そのあたりしっかりですね、どうしてそうなるのかというところを含めて、究明をしてですね、そういったものの再発防止をしっかり図っていくということが極めて重要かと考えてございます。規制委員会による追加検査は続いていて、運転禁止命令解除の見通しは立っていません。